さて、ランチにやってきたのはこちらです。ブロンコビリーさんのこちら、神奈川県の瀬谷店さんですね。なんで瀬谷店さんに行ったのか。これね、関東で最もランチで混むんじゃないかと言われている瀬谷店さんですよ。それでは早速瀬谷店さんに入っていきます。関東で最もランチが混むんじゃないかと言われている、瀬谷さん、その、混む理由ですね。理由がね、こちらなんですよ。あ、店内入ったらもうね、ハンバーグのいい香りしますね。焼けな香り。そして店内入るとこちらにサラダバーがあって、そしてこれが人気のホットバーがあるんですよ。このホットバー美味しそうですね。それではテーブルについてメニュータイムですね。さて、ランチメニュー、これね、ランチお得なんですよ。まずね、これ一番人気の頑固炭焼きビーフハンバーグ、これ 200g で1380円はサラダバーがついてるんですよ。これは本当安いですよ。そしてね、他のメニュー見てみると、これ他のメニューはこれお肉の金額なんですね。白いのはね、このお肉の金額にこちらの460円の、サラダバーホットバーの金額を足すことでセットの金額になります。ということで、この、ハンバーグいかに安いかですよね。これ本当安いですよ。さて、お待ちかねのホットバーですよ。まず一番手前、これはこれこんにゃくの和風ボロネーゼ、こちらは白菜とカニカマの和風クリームあんかけ、そしてこれが濃厚ハッシュドビーフです。ビーフたっぷりなんですよ。それではね、このね、ビーフたっぷりのハッシュドビーフ、まずはこのね、こんにゃくの和風ボロネーゼですね、いい香りです。そしてこの白菜とカニカマの、クリームシチューですね、豆乳クリームシチュー、これも、たっぷり入れて、そしてこの隣にあるのが、一番人気のホットバー、一番人気のお肉たっぷりの濃厚ハッシュドビーフですよ。こちら、これね、お肉たっぷり入れていきましょうか。これね、もうね、お肉がどんどん追加されるんですよ。なので、もうたっぷりお肉入れて、それでは、瀬谷店さんのホットバー、いただきます。あ、ちなみに、今、ブロンコビリーさんのサラダバーは、サラダバー冬をやってるんですね、冬。で、冬にちなんだメニューがあって、その中でも美味しいのがこれなんですよ、これ。バーニャカウダパスタ、これがね、ニンニクポワンと香ってとっても美味しいんですね。これもちょっといただきたいと思います。それでは、楽しみにしていたホットバーの一番人気、濃厚ハッシュドビーフ、もうね、ビーフたっぷりなんですよ。まあ、もうお肉屋さんですからね、お肉たっぷり入ってます。これが美味しいんですよね。お肉たっぷりなんでコクがすごいんですよ。で、玉ねぎも入ってるんで、玉ねぎの食感もいいですよね、お肉むぎゅっとして玉ねぎの食感がむぎゅっときます。これもとっても美味しいです。これが、カニカマ入りの、豆乳クリームシュー、これもね、クリーミーでね、白菜がトロンとしてるんですよね。これもとっても美味しいです。で、やっぱりこれですよね、濃厚ハッシュドビーフ、もうお肉たっぷりですからね。ビーフ大好きなんで、これでおかわりしてビーフたっぷり入れてまた食べたいと思います。濃厚ハッシュドビーフのビーフをたっぷり食べていると、何やらいい焼き音が聞こえてきました。そしてやってきました、こちらがオーダーした、ビーフ、炭焼きハンバーグ 200g ですね。中をね、割るとね、まだピンク色なんですよ。これもうプルンプルンしますよね。鉄板が熱々ですよ。さて、運んでいただいてね、しばしね、この重を楽しんだ後、もうこれ焼けすぎちゃうんで、焼けすぎるとね、せっかくのビーフの旨味もね、逃げちゃうんで、おもむろにお皿にどけますね。これを一旦お皿に避けて、まだね、鉄板熱いですよ。油がもうね、跳ね飛びまくってますよ。ここに、お約束のこれですね、オニオンスライスです。もうこれもう毎回やってますね。これオニオンスライスもたっぷり、これでも買ってくれきます。そして、ハンバーグを戻すんですね。ハンバーグを戻して、オニオンスライスを蒸し焼きにしていきます。ビーフの肉汁がたっぷりこのね、オニスラに染みるんですよね。ジュージュー言ってますよ。それではいただきます。この色ですよ、これ程よく焼けてミディアムレアですよね、これに、岩塩でね、これ岩塩つけていただきます。いい香りですよ、炭焼きの。あ、もうね、ほぐれる柔らかさ、プルンとしてますよね。そして柔らかい、その肉汁がじゅわじゅわ溢れてますね。そしてこの、オニスラですね、もうね、半生でもね、これサラダなんでね、半生でも食べれますけど、しっとりして美味しいんですよね。ビーフの肉汁がもうね、どっぷり使ってます。で、これ岩塩が合うんですよ。いや、とっても美味しいですね。この色ですね、このピンク色、これこのピンク色、これね、岩塩つけてね、やるとビーフの旨味と甘みが出てより美味しくなるんですよね。この、チーズたっぷりの、シーザーサラダもめちゃくちゃ美味しいですけど、焼き具合絶妙なビーフハンバーグもめちゃくちゃ美味しいです。で、このオニスラも、ビーフの肉汁吸ってね、とっても美味しいです。
このピンク色がたまんないですよね。これ、このぐらいの焼き加減がこれ多分一番美味しいでしょうね。岩塩つけてパクリやるとね、美味しい、柔らかいんですよ。むぎゅっとした肉汁がフレッシュなんですよ。いや、美味しい。そしてこの、蒸し焼きされた鬼すらがほんといくらでも食べれますね。ほんと美味しいですよ。そしてロメインレタスのシーザーサラダ、もう食感がシャキシャキのザクザクなんですよね。やっぱこのロメインレタスはお肉料理に合いますよね。とっても美味しいですね。さて、ハンバーグをね、もう美味しく食べ進んでいますが、締めはね、いつもはこの海苔のふりかけ、テーブルに置いてある海苔のふりかけでご飯食べますけど、今回はふりかけじゃなくてこちらです。ホットバーにある濃厚ハッシュドビーフのお肉てんこ盛りバージョンで締めのご飯をいただきます。もうね、食べ放題なんでね、ちょっと欲張ってお肉てんこ盛りにしてきましたね。お肉たっぷり、このお肉なんですよ。じっくり煮込まれてて、ビーフの旨味が溶けきってて、このハッシュドビーフが美味しいんですよ。そのスープが、肉汁が、ご飯に染みてめちゃくちゃ美味しいですよ。これも締めにふさわしい、ボリューム半端じゃない締めのご飯になりました。ということで、ブロンコビリーさんのセア店の、ホットバーの、濃厚ハッシュドビーフで締めるランチ、とっても美味しいのでおすすめです。それでは、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。